氷川きよし美脚全開のショーパン姿で散歩しました。歌手の氷川きよしシが22日にインスタグラムを更新し、オフショットを披露。美脚があらわになったショートパンツ姿を公開した。別カット、美脚が生えるショートパンツの全身ショット。氷川が昨日散歩しました、と投稿したのは自身のオフショット。写真には、 キャップにサングラス、T シャツにショートパンツ姿の氷川が映っており、彼のクールな表情やスラリと伸びた美脚が印象的だ。また、コメント欄で氷川は、8月17日のガーデンシアターを一人お一人の方に深く心から感謝いたします。と綴り、復帰後初ステージとなったコンサート、清氷川プラスキーナ。25th anniversary コンサートツアー、キーズナ。 に来場したファンへの感謝も表していた。氷川ワキヨシ、ヒカワキヨシ。1977年9月6日生まれ。福岡県出身。2000年2月、日本コロンビア創立90周年記念アーティストとして、箱根八里の半次郎で歌手デビュー。同年、NHK 紅白歌合戦に初出場。 2002年2月から初の全国コンサートツアーがスタート。全国70カ所で140公演を成功させる。同年の大晦日に、清のずんどこぶしで第44回日本レコード大賞の金賞を受賞。2017年10月、ドラゴンボール長×ヒきよ清企画としてシングル、限界突破×サバイバーをリリースし、新境地を開拓。 2024年、所属していた芸能プロダクションからの独立を発表し、新会社、キーズナを設立した。